わやばい。本当はですね、100匹ぐらい取って帰ろうかなと思ったんですけど、こいつらね、意外とね、動きが早い。全然取れないんで、今回は16匹だけなんですけど、さばいていこうかなと思います。これ10円なんで、結構でかいっすね。で、こいつが一番でっかいんですけど、10センチですね。前足はまだ全然生えない感じなのかな。じゃ、まず、お腹を出します。ほう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 、何が出るんでしょうね。ほうほう、あー、香ばしい匂いですね。マジで香ばしいね、これは。え、腸しかない。腸長っ。あ、肝臓とかもまあ一応ちゃんとあるっちゃあるって感じですね。内臓を取ると普通に魚みたいになりますね、これ。一旦塩もみっていう作業をね、やってぬめりと匂いをね、取っていこうかなと思います。塩たっぷりかけてぬめりを取ります。だいぶ臭いんで5回ぐらいやりましょう。あ、臭いっすね。ちょっと酒につけますか。普通ならね、この状態で食べるんですけど、やっぱりね、旨味マックスの状態で食べたいんで、こっからもう1日熟成させていこうかなと思います。結構サイズもちっちゃいんで、まあ1日ぐらいがちょうどいいんじゃないのかなという感じですね。1日経ちました。これ本当はね、ラップでやった方がいいです。これはやべえな、手つけられんぐらい臭いな。完全に熟成が裏目に出たってやつですね。ちょっともう一回塩にしましょう。想定外の臭さなんで唐揚げにしましょう。1匹だけ塩焼きにして本来の味っていうんですかね、楽しんでみようかなと思います。シンプルに小麦粉と塩コショウでね、やっていこうかなと思います。まあ、コショウも結局臭みを取ってくれるんでね、ちょっと期待してます。やっぱりね、臭いものっていうかね、腐りかけの方がね、旨味があってね、うまいんでね。食べたら何でもうまいってあるからね、本当に。やばいな、これは散ってくるパターンや。待ちてるパターンやんか。うまそう、これは普通にうまそう。最終的にはちっちゃい川魚たちみたいな感じになってきました。いい匂い、こっからは。これね、多分うまい。やっぱね、ネブリウカとかもね、さばいてる途中ね、バカほど臭かったけど、やっぱりうまかったしね、これもね、多分うまいと思う。完成したんでね、食べてみましょう。はい、いただきます。え、全然うめえ。普通にうまい。なんかね、ちょっとね、若干臭みっていうのはね、ほんの少しだけね、残ってるんですけど、普通にうまいですね。で、鳥なのか魚なのかどっち系なのかっていう話なんですけど、こっちかと言ったら白身魚です。ビビった。しかもね、骨までいける。食べやすい。はい、塩焼きの方もね、完成しました。見た目は2軒ぐらいかな。うん。塩焼きの方もね、いただいてみましょう。後味が若干飛ぶ。23点。思ったんですけど、オタマジャクシはね、背骨がない。うん、だから食べやすい。それはね、いい点だと思う。唐揚げはうまい。75点ぐらい。ちょっと見た目がね、やっぱあれなんで、かなり点数引かれたと思う。